小学5年の秋の日に僕はよしおくんと二人で近くの女子大に行ったよ。よしおくんお父さん大学の教授学園祭おいでよと招待してくれた。二人であちこち探検してたらいきなり後ろよしおくんを呼ぶ声が聞こえたよ。大きな瞳の女子大生がよしおくんを抱きしめて激しく泣きじゃくる。ごめんね許して育てられなくて若すぎたからあなたを捨てたのと泣いた。